解。アバランチへの制裁が決まった。誘導工作を開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に叩く。うちは昔からそうしてきた。全部潰れちまうぞ。今さら善人ぶるなよ。ただの巡回だろ。行こう、七番街へ。まるで迷路だな。通称列車墓場。ジャンクパーツの宝庫。あそこに見えてる車両倉庫の向こうが七番街のはずだよ。明かりのついている場所を通っていこう。明かり、明かり。あれだな。人、全然いないね。普段は誰も近寄らないの。モンスターだけじゃなくて、怖い噂もあるし。噂？列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられなくなるんだって。はあ、お化け。子供騙しだって思うよ、私も。でも早く抜けよう。つく時間じゃない。じゃあ、やられはしない。大丈夫か？こっちはなんとか。うん、平気。見て。調子に乗るな。こっちにおいで。私たち呼ばれてる？ここが車両倉庫か。これって…行ってみよう。え？あ、でも…大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで、なんとかして。
分かったから離れてくれ。見つけた。ねえ、ちょっとお話しよ。こいつはモンスターだ。そうだけど、何？あ！別のルートを探すしかないな。どうしよう。この列車は7番街クラム駅経由、列車旗が行きです。上か。
付き合う暇はない。何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられないか。捕まってたら危なかったのかな。捕まってるのはあの子たちかも。その話はもう。帰れない原因、それだったら。よかった、動いたね。通れるようになったかな。行ってみよう。やったね。うん、早く外へ。これ…あの子…マリン…でね、黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、分かった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと…父ちゃん、遅いね。そうだね、今日は帰ってこれないかも。マリー、あのね、早く七番街に帰らないと。行けるかな。どいてもらう。手早く行くよ。燃えるよ。また道が塞がれてる。あと少しのはずなのに。あ、ねえ、列車動かせないかな。調べてみよう。読みが当たったな。まだ動きそうだ。やったね。大丈夫？ああ。
これってプレート解放の緊急コールだ。覚えてない。おいおい、いつでも落とせるぞって。そうだな。おい、あんま飛ばしすぎんなよ。今やっちまったら元も子も。状況を報告して、何か問題か。逆逆、奴ら死中と心中する気だぞと。攻撃の通路機能だ。応援部隊を捉えて、役所は多い方が盛り上がるだろう。役所じゃねえ。任務の完了報告を忘れるな。本当だったんだ。マレットたちが簡単にやられるはずがない。七番街はもうすぐ行こう、うん、お願い間に合って。急ごう。ああ。クラウド！メアリス！風に連れて行かれた子はね、ずーっと列車墓場をさまようんだって。君が守ってくれたの？
見つかった。見つけた。あ、見つかっちゃった。なあ、エアリスは？まあいいや。すごい。またね。
ですわね。